オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はスサノオら千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。偵察の兵が戻ってきました。そのアレス軍は新たにこの世界に迷い込んだものを。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。お待ちください。剣心殿は我が軍の要。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。闘争を託す。私たちも頑張るから安心して。帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ。あなた方の義と愛、十分に伝わりました。ええ、新たな仲間を連れ。見知らぬ将来が寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス軍は砦にいるのが我々の仲間だと勘違いしているようです。今に襲をかければ敵の動揺を支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。楽しませて。無駄よ。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。無道理だ。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。逃げてくる。何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。お取り込み中、失礼します。あなた方の狙いは我々なんではありませんか。後ろからも敵が。どうなってんだ。聞こえよ。なで斬りぞ。策も練り直した。お見事です。私もあなたに習いましょう。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。ほうと、それにおしく殿、ご無事で何よりですが、再会を喜んでいるのはなさそうです。ああ、しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。李万世、またの名を勘が冴える男ってか。一旦引いとくぜ。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。ならこれは策がなった後の追撃を受けもと。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる敵をコテンパンにする策ならお任せ。なら石は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再興するとしよう。ここが地獄よ。ひとまず下がって立て直した。さて、準備に取り掛かろう。この者、抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あっしもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。切り抜ける場合じゃなさそうだね。奪いないな。
どきなさい。待て、早いとこ味方の船を繋いしまわないとね。わきまえろ。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい。で、あっ、船を繋ぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。お見事です。私もあなたに習いましょう。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの？さっぱりわかんない。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、一策が下にいよう。敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くて。ちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが、手を貸してくれないか。もちろん手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。わけあってそうはいかないんだ。こっちもわけあるみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの攻撃の威力凄まじい。どうにか味方に引き入れられないのか。できるのかよ。だってあの子たち、なんだか怖そうだよ。かっこいい。お前はカウン。この先へ行かねばならんのだが、通してくれないか。どうしてもと言うなら、私を倒してください。そこを動くなよ。共に強じよう。しまうとはな。消えて。何という強さ。消えて。ここは引く。なかなかやりますな。前に立つと愚かな。消えて。わきまえろ。お前さんこそ真の三国無双だよ。格が違ったわ。お前さんのおかげだよ。あ
楽しませて。策の成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。欲しいの？一緒に楽しみましょう。はい、相手を務める関暗黒マイル、この長方が相手だ。覚悟決めろよな。仕方あるな。その強さ興味深い。なぜいいぞ。また戦いたい。さすがですな。つい注目してしまいますよ。熱くなりすぎたか。ここは引くのしゃあねえな。砦は無事確保。ここに伏兵を仕込めば準備完了と。組み立てでよかったです。共に強じよう。私がお前の相手だ。その分試させてもらう。楽しませて。なぜいい。あなたに来ていただけたなら安心です。楽しませて。死ぬつもりはない。撤退する。これで目的地への道は開けたか。待ち受けるはあの怪物か。あれれ、あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。はい、皆の助力に感謝せねばな。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に行っては危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。控えよ人間。ここで終わらせてやる。なでぎりぞ。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。ましたね。我々の策を披露する時が来たようです。今です。
火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと、正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。無駄よ。敵は動揺している。今だ、一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。敵さん大混乱。お次は歩兵、行ってみよう。わきまえろ。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。お見事な戦いぶりです。手遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたが、敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。あなたの国は乱れがない。悠々と流れる大河のごとくですね。わきまえろ。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。時にこの俺が、すごい、これが真の三国武装なんですね。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんですが、実は俺今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない刀なんですね。じゃあ俺たち似た者同士。本物から言われるなんて偽物ムールに尽きるな。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を得きましょう。
にはたっぷりお灸吸えちゃうよ。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。お見事な戦いぶりです。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが今度はそうはいかないぜ。なあおめえ返上、金儀通してやんぜ。またの名を勘が冴える男ってか。いざ。これも流れだ。欲しいの？わきまえろ。運命の矢ではなかったか。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほう、なるほど。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。そうそう、あしたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば。だいぶにぎやかになってきたね。ナタ殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。あっしは方位資源ロシキ、堂々乱世を。兵は軌道なりって。バカ、我に任せよ。実は我らと関わりの深い男に、その男サジから報告があったのだ。ほう、サジもこの世界に招かれていたか。知りたくば奴の元へ来いとのことだ。面白そうじゃねえか。ああ、そうだな。その怪物とやらも次の策に生かせるかもしれん。新たな仲間というのも気になる。戦場を混沌で染め上げてやろう。